こんにちは。ピアノ教室経営の野口浩太です。豊かなピアノ教室作りを目指しています。はい、ただいまですね、今日は、とある平日の12時になっちゃった、正午ですねというのもね、さっきまでね、生徒さんレッスンをしてたんですね。まあ、平日でも大人の生徒さんだと、たまに午前中にレッスンをするっていうことがあります。で、まあ、そんなレッスンを通して、ちょっと今日、そのレッスンの中でも、楽しく話になったっていう、そういう話題になったことを、ちょっとシェアしようかなと思ったんですね。テーマとしては何がいいんだろうな、どういうふうにでも言えるんだけれども、まあ、大人の勉強とも言えるし、まあ、主体性って何、まあ、ちょっと昔めな言葉で言うとね、主体性、まあ、参加する、音楽に参加するとかね、そういうような角度からの話になると思うんですが、今日はですね、このショパンのね曲を一緒にレッスンで楽しんだんですね。まあ、でどんな風に楽しんだかっていうとっていうことをちょっとお話しする前に、まあ、ちょっとショパンって結構そのいろんなね出版社の楽譜があって、そのどこの何版を使うかっていうことがかなりいろいろ議論されることが多い作曲家の一人かなって思うんですよね。とにかくその、まあ、いろんな研究者さんがいて、でこの、まあ、特に原点版っていう話になってくると、ショパンの意図っていうのをショパンファーストみたいなねその解釈とかじゃなくて、もうショパンがどう考えていたのかっていうね、そういったことをありとあらゆる角度から探って、歴史的なこと、作曲学的なこととかね、とにかくその研究者さんが本来ショパンが求めていたことは何なのかっていうことを突き詰めていくっていう、そういうのが原点版っていうのかな、まあ、説明間違ってたらごめんなさい。で、それでまあいくつかある原点版の中でどの版を使うかっていうことが割とね、すごく議論されるんですよね。まあ、特にというか、こと日本においてはね、もうそういうこと傾向があります。で、ね、僕自身で言うと、実はね、僕はね、何版を使ってもらっても構わないっていうのが僕のスタンスだし、僕自身がもしショパンを弾きなさいって言われるんだとしたら、まあ、あんまり別に楽譜にこだわんないっていう不良ピアノ教師なんですが一応ね、楽譜自体結構ね、同じショパンの曲でも、3から4つぐらい版は持ってて、まあ、いろいろそれぞれ見てたりとかはするんですが、まあ言っても別に僕はどれでもいいかなっていう感じがするんですね。まあ、いろんな人敵に回しちゃったかな今でも仲良くしましょうね。別にそういったことを否定するわけじゃなくて、研究することはすごく尊いこと、その本来のその作曲者がその求めていたことを追求していくという、そういう研究もあって、それを求めて演奏するということも一つなので、そうで多分ね、わざわざね、そういったことを本気でやってる人っていうのは、それに対する反対意見を聞いてもいちいちビビッドに反応するっていうことはないはずなんですよね。それはなぜかっていうと、このポリシーを持ってやってらっしゃるから。そう、だから自分がすごくポリシーを持ってやってることに対して、で逆のポリシーを持ってる人の話っていうのは必ず耳を傾ける余裕が絶対あるんですよね。だからあんまりなんて言うんでしょう、その反対意見云々っていうものに対して、その反抗するような、反発するようなメンタルを僕は持ってないだろうなっていうふうに思うので、そうで、僕自身はそれとはまた全然ちょっと反対のところにいるっていうだけのことなんですね。で、僕自身が、思うのは、じゃあ一つのテキストということがあって、まあ、テキストっていうのはその、まあ、楽譜、音楽でいうと楽譜、その表現の、その、なんていうんでしょう、書かれているものっていうものを、まあ、テキストって言ったりとかするはずなんですけども、その一つの、まあ、楽譜にしときましょう、楽譜というものがあって、その一つの楽譜に対して、じゃあこれが意図するものは何なのかっていうことを追求したときに、最終的にはショパンに聞かなくちゃわからないとか、ショパンに聞けば一発だよねみたいなね、そういう考えがあると思うんですけども、そういう考えで、勉強していくこと、その考え方っていうのは、僕は学生までのやり方なんだろうなっていうふうに思ってるんですね。僕自身はね。で、その一つのテキストに
一つの楽譜に対して曲に対してその解釈正解が一つだっていう考え方で、それで勉強していく期間っていうのも必要だから、まあ、それは僕は学生の時までに、まあ、どこまでこう深くやれたかっていうことは別としてそのモチベーションでやっていく勉強させていただいてきた。だけどもここから先というのは自分の中にどう答えがあって、ね、ショパンという人が作った楽譜に対して、ね、あの曲に対して自分の心、ね、自分というのがどういう共鳴をするのかっていうことを探っていく。で、その一つ一つに対して、論拠を探していく。ただこう感じるからこうっていうだけではなくって、こういう書かれ方をしていることに対して自分がこういうふうに動いた。じゃあこれをどんなふうにしてこう表面化させていくかっていう、まあちょっと、概念で喋ってるからなかなか難しいことではあると思うんですが、それが正しいか誤っているかっていうことよりも自分がその音楽に対してどれだけこう主体的に参加していくかっていうこのことがものすごく大事だと思ってるんですね。でまた特にこのピアノ教室にいらっしゃる生徒さんで特に大人の、ね、方っていうのはその自分が楽しみに来てるわけですよね。で僕今日ねすごい一番ねあそうだよねっていう話で盛り上がったのがここっていうのは作品を作りに来てる場所であって商品を作りに来てる場所じゃないんだよねっていう話をしててそうだよねって話になってて、じゃあこれ音楽だとちょっと分かりにくいけれども例えば陶芸の世界ねあるじゃないですか。こうプロの陶芸家さんもいるし、それでもその素人の人が陶芸教室みたいなところに行って自分がこう使いたくなるような食器を作る。例えば僕生徒さんのねお母さんでね最近陶器をねこう販売を始めた陶器を、ね、仕入れて販売を始めた方がいてごちそう気分さんって言うんだけども、なんか宣伝しちゃったけど素敵なの僕好きなの。ね、でそれね僕にぴったしな、ね、カップをこう選んでくれたんですよね。コーヒーカップ、ね、まあ、それはもちろん買ったもので自分が作ったものではないけれども、その自分が別にコーヒーなんか飲みたくなくてもわざわざこの自分で作ったコーヒーカップ陶器のコーヒーカップを使ってこう使いたいがためにわざわざコーヒーを入れるぐらいすごく大好きなこうなんかカップを作ってみましょうよってことなんですよね。でこれが売れるかどうかっていうのは全然別の問題なんですよね。そうとにかくこう自分がこうワクワクできて、ね、それでこうコーヒー飲みたくなくても使いたくなってしまう、なんならお白湯でもいいからこう入れて飲む、ね、そんな陶器を作りましょうよっていうところなんですよね。でじゃあ自分の自己満足の世界だからどんなものを作ってもいいのかって言ったらそれは違うんですよね。でカップを作るわけだから穴が開いてたらカップにはならないわけで、でカップを作るって言ったら平べったいお皿みたいなの作ってもしょうがないわけで、でそこのところは基本的なところをしっかりとこう固めた上で、で音楽で言うとじゃあ四分音符っていうのは一拍伸ばすんであって四拍も伸ばすものではないよってね、そういうことをやってる、やりながら、もう最低限のことはやりながら、でもじゃあこの音楽、このフレーズ、この和声、ショパンという人が書いたその曲の中から自分がどう共鳴していって、それをどういうふうにそのいろいろなねピアノのタッチとか、まあ、速度テンポで表現していくかっていうことは自分を探していくことなんだよねっていう、それがねやっぱりね面白くて、まあ、今日のレッスンは1時間半の方なんですけども、1時間半なんてあっという間に過ぎちゃうんだよね。で、なんて家に帰ってもちょっと弾いてみたくなっちゃうね。それっていうのはなぜかっていうと自分のショパンだからなんだよね。そうそう、なんて言うんでしょう。僕はそうだね。これも一つのこのピアノのレッスンのあり方というか多様性ね。本当にこう人の数ほどこの
ショパンがいるみたいなね、あるみたいなね。でさ、結局のところどれだけこう突き詰めてこうショパンとはどうなのかっていったところでね、昨年のショパンコンクール見てくださいよ、ね、入賞者の方々みんな素晴らしいですよね、本当に素晴らしいけど、誰一人として同じショパンはないわけで、そう考えた時にもしかして僕たちってこう一つのテキストに対して答えが一つだっていう思い込み、強い思い込みがあるせいでなかなか自由に動けない、息しづらいっていう、そういう状況に陥っているところ あるんじゃないかなって、ありませんか、どうですか、どう思います？そんなことをちょっと話してみたくなってカメラを回しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらいいねボタンを、それからチャンネル登録をピッとお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。